どうも、フェピネス代表の本橋平介と申します。今日はですね、最近だとオンラインサロンっていうのがね、結構増えてきて、で、そこから新たな仕事、働き方っていうのが生まれています。それがコミュニティマネージャーという仕事です。で、今日はそのコミュニティマネージャーという仕事がどんなものか、どうやったらなれるのか、ということについてお伝えしていきたいなと思います。ということで、今回はゲストにコミュニティマネージャーとして実際活躍をしているメグさんに来ていただきました。メグさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、じゃあそもそもコミュニティマネージャーってどんなお仕事なんですかね。そうですね、いくつかのコミュニティでコミュニティマネージャーを今させていただいてて、その中で役割って結構違うところもあるんですけれども、メンバーさんがよりコミュニティのコンテンツ、サービスを活用できるようにサポートさせていただいたりだとか、あとはイベントの運営のお手伝いだったりとかをさせていただいてます。オンラインサロンを運営している人って結構今増えてきているので、そこの運営が主催の方だけだとちょっと手が行き届かないところですかね。そこを例えば事務のサポートであったりとか、メンバーさんの対応であったりとか、イベントページのマナーを作るとかですね。まあそんなところがいろいろあるっていう感じですかね。そうですね。はい。オンラインサロンという、オンラインと名前がついているぐらいなので、在宅でできますし、時間も特に縛られないとかね、あんまり定期でこの時間にこれだけをやってくださいみたいなの多分ないと思うので、メグさんもそうですけど、小さいお子さんとか抱える方、ママさんとかも割と働きやすい働き方かな、みたいな。そうですね。ね。で、コミュニティマネージャーを実際にやってみて、大事なスキルというか、これがあったらコミュニティマネージャーとしていいなっていう、ちょっとコミュニティによって求められることが違うかもしれないので、一概にちょっと言えないかもしれないですけど、興味ある人にヒントになりそうなことってありそうですか？そうですね。共通してるのは、そのオーナーさんがどういう場を作りたいか、どういうコミュニティを作って、でメンバーさんに何を得てほしいと思っているかっていうのは、汲み取る汲み取り力が必要だなっていうところと、あとはちょうど本当にメンバーさんとオーナーさんの間に立つので、いかにどういう仕組みを作ったらとか、どういう対応をしたらそのサロンのオーナーさんが実現したい場になっていくかっていうような視点で考えるスキルっていうのは必要なんじゃないかなと思います。じゃあなんかそのコミュニティマネージャーとしてこういうスキルが大事ですっていうよりかは、主催しているオーナーさんの声であったりとか、やりたいことを代弁できるようなそこを汲み取るみたいな、そっちの方が大事みたいな、ね、そうですね、その思いをその対応の細部に宿らせてどれだけ動けるかっていうところが大事かなって思います。なるほど。じゃあそこのオーナーさんのやりたいことであったり気持ちだったりとかを抑えてしまえば、比較的あとはそれの通りになればそんなに難しいことではないと。そうなんです。求められるそのスキル自体はそんなに複雑だったり難しいことがあるっていうわけではないので、本当にそのサロンのオーナーさんの作りたいものを汲み取って、そこに向かって一緒に伴走できれば OK だと思います。じゃあそんなに難しくない、しかも在宅がオンラインでできるっていうところで、やりたいなと思った人がねいるかもしれないんですけど、どうやったらコミュニティマネージャーになれるんですか？これも入り口はたくさんあるとは思うんですけど、私の場合は自分が好きだなって思うコミュニティにまず入ってみるっていうのはありました。そうですよね。これはそうです。僕もコミュニティ運営してる立場からして、外部の人にコミュニティマネージャーをお願いしたいなとはまず思わないですもんね。自分が運営しているオンラインサロンがどういうサロンかをやっぱ分かってくれてて、自分の思いをちゃんと汲み取ってくれる、まさに汲み取り力って言ってますけど、汲み取ってくれる人にやっぱ依頼したいので、そうするとコミュニティに入っている人にやっぱ依頼したいなと思うし、お金を払って入ってくれてる人に還元をしたいっていうのもオーナーとしてやっぱあるので、外の全然知らない人よりかはやっぱ入ってる人にお金は回したいなというのもあるので、確かに今言ったように入るっていうのは、そうですね、最初の一歩としてはそこからかなと思います。だんだんそこからコミュニティマネージャーとしてお仕事してるっていうのが他に伝わり始めると、お願いしたいっていうのが外から声がかかるようになったりするので、最初はまず自分が好きなコミュニティに入ってみるっていうのがいいと思います。コミュニティマネージャーの仕事をもらうために入るっていうのはあんまり良くないと思うんですけど、まあ興味があってオーナーさんに共感する部分があるなっていうところに入って役に立てることとか、まあそういうの困ってそうだったら手を挙げるみたいな感じですかね。そういったコミュニティ運営してる起業家さんとか周りにいるので、困ってたらね、やっぱ情報ってその中で回っていくので、おっしゃって広がっていくかなっていうのは
ね、そうですね、うんうん。すごく練習にもなると思います。コミュニティマネージャーとして仕事にしていきたいって思ってる方だったら、うんうん、まず自分が属してるコミュニティのオーナーさんであったり、このコミュニティって何のためとか、どんな場になっていきたいのかなっていうのを想像しながら動いてみるっていう練習にもなるので、すごくおすすめです。ちなみになんかコミュニティマネージャーに向いてる人はこういうタイプがいいとか、まあもしかしたらあんまり関係ないですよとかってあったりしますか？でもやっぱり人が好きな人の方が向いているとは思います。うんうんうん、まあ、コミュニティって名前がついてるからですかね。だしやっぱりそのテキストコミュニケーションを結構頻繁に、今だとオンラインコミュニティっていう特性があるからだと思うんですけれど、テキストコミュニケーションに苦手意識がない方っていうのがいいんじゃないかなと思いますね。テキストでの組み取り力とかね、あのそれが好きかどうかっていうのは結構、ね、うん、確かにオンラインサロン大事ですよね。対面で話してるとこう表情とかいろいろね見えるからいいんですけど、もう文字だけだと普通に返すとなんか怒ってるのとか冷たいのとかね、そうですね、まあ、そこら辺も含めての おもてなし力というかコミュニケーション力大事かなと。そうですね。あとはコミュニティマネージャーだけだと全然稼げませんっていう声を聞いたりはするんですけど、そこはどう感じます？そうですね、コミュニティマネージャーだけでやっている方っていうのも実際にいます。そうですね、いくつか3つ4つ掛け持ちっていう形でやっていらっしゃる方もいれば、コミュニティマネージャーっていうのをきっかけにして、その中からこうギュッとお仕事を絞っていって、特化した仕事を特化した場所だけでお仕事されていくっていう方もいらっしゃるし、結構コミュニティマネージャーってきっかけの一つで自分が深めていきたい場所を見つけるきっかけになると思います。お仕事がすごく多岐にわたるので。そうですよね、確かに僕のね知り合いでもコミュニティマネージャーとかを中心にそれだけでやってる人もいるし、まあメグさんとか後者のパターンでコミュニティマネージャーきっかけとして、まあデザイナーの仕事をやったりとか資料作成だったりとか、そのマーケティングのお手伝いをしたりとか、プロモーションのお手伝いとか LP 作ったりとかっていうのに入っていけるので、自分がコミュニケーションが好きだしコミュニティ大好きなのでそっちだけで振るっていうのもいいし、そこを起点として別の関連した仕事をやっていくっていうパターンもあるかな。うんうんうん、あとは単価感とかそこら辺もね、バランスをどう取っていくかっていうところがポイントですかね。そうですね、うんうん、コミュニティマネージャーでもこの部分お願いしたいっていう分量も結構人によって違うんですよね。なのでバックオフィス的なことだけでいいっていう方もいらっしゃれば、もう一月まるっとこうカスタマーサポート的な部分も全てお願いしたいとか、ほぼ運営だよねっていうぐらい全部この場を渡すから全部イベントを考えて全て運営してほしいっていう、結構裁量から任せられてる方とかもいらっしゃるって聞くので、どれぐらい関わりたいかとかっていうところにもよるかなと思いますね、うん、じゃあこれからコミュニティマネージャーやりたい人向けに何かエールアドバイスを送るとしたら最後何になりますかね。そうですね、好きな場所を見つけた時に、その場所をより広げていくとか、より届けていくっていうことに携われるので、この場が好きだって思う方にとっては、すごくやりがいは感じる仕事だと思いますので、好きな場所をいろんな人に届けたいのか、こう狭い人かもしれないけど深く届けたいとか、そういったことでやりがいを感じたい人には、ぜひチャレンジしていただきたいなって思います。はい、ありがとうございます。1個のチャレンジの場として、まあ、1個じゃなくてうちはコミュニティ2つやっておりますので、起業家の可能性を更新し続けるという、あの事業家向けのコミュニティと、まあ、起業家を支える側の人の向けのコミュニティがありますので、もしねあの興味があるものがあればぜひぜひあの概要欄をチェックしていただければと思います。では今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。